尾張藩七代藩主徳川宗春公が築き上げた芸どころ名古屋の文化を礎に、我々神楽が紡ぐ新しい神楽の世界観をどうぞ楽しみください。今回の犬山陶芸祭を始まりとし、これから始まる暑い夏に向けて、私たち神楽はこれからもひたむきに歩んでまいります。ただいまよりお送りする演舞も皆様に感動していただけるよう精一杯心を込めて演舞をご披露いたします。ご声援よろしくお願いします。よろしくお願いします。神楽尾張を照らす新しきしるべ、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。